チュバチュバチュバー。そういえばさ、ヘイってさ、ヘイコンカナタって、最近カナタヘイコンカナタって言ってる？ちょっとやばい、これ闇に触れてるかな。え、最近言ってる？スバルが知らないだけかな。あ、言ってんだ、よかった。そう、なんか最近さ、ギュッギュッギュッ、握力50キロみたいなのがさ、インパクト強すぎてさ、カナタのヘイコンカナタが最近聞けてないなと思って。挨拶3つあんのあいつ。やっぱスバルもなんかバリエーションをつけていかないとダメか。カナタとさ、あの部屋のあれ具合バトルしたっていう、あのカナタの部屋がやばいっていうさ、都市伝説知ってる？いや、スバルはそれ、あの結局スバルは見たことがないから、そのカナタの部屋に行ったことがないから、もう聞く限り、いやいやそれは盛りすぎっていう、そのなんかの都市伝説なんで、スバルの中に。え、そう、なんかルンバが動けないとか、そのなんかあの、いやそれはさすがに持ってねみたいな。で、なんかそのさ、カナタとさ、あの話してたよね。カナタからさ、スバル先輩最近大変そうですけど大丈夫ですかって来てさ、カナタヘイってなってさ、いやマジで最近ほんとやばいよカナタっつって、マジ部屋荒れまくってるみたいな話をさ、カナタにしたら、カナタがその、いやいや、その荒れてるっていう言葉なんか舐めないでくださいみたいな、言うて荒れてないですよ僕の部屋に比べればみたいな。で、そしたらさ、なんかさ、いやお前そんなに言うならこの荒れ切った部屋を見せてやるよっつって、荒れた部屋の画像をね、送ったんよ。そしたらなんかやばって。そしたらカナタも何でか知んないけど部屋の画像を送ってきて見たんだけど、まあなんかあのやばいっていうか、わからん、カナタがいいところだけ撮ってるからかもしれんけど、まあでもなんかね、そんなね、やばくないな、荒れてるって感じではないなと思いました。そう、なんか荒れてるのジャンルが違うんだよ。で、スバルがとりあえず、あの、おいネタバレやめろよって送るっていう。スバルは実際に見に行きたかったんだ。いや、なんかね、荒れてるっていうと物が散乱してるとか服が落ちてるとかそういうイメージがあるけど、カナタの部屋はちょっとね、狂気を感じて、よく言えば片付け方にあの個性が出てるって感じかな。まあまだね、これはね、都市伝説、スバルの中ではまだ画像見ただけだから、まあこれからね、ジャングルの奥地に向かってね、カナタがあのどうなったかっていうのをね、確認しに行きたいと思います。乱太郎カナタロルって書かれてる。あー、でもちょっとわかる、なんか忍者屋敷っぽい。カナタズハウスイズライク忍者ハウス。いや、わかる、忍者屋敷っぽい雰囲気。わからん、なんか照明落としてたからかな、はい、っていうことがありました。はい、 Thank you for watching. Please subscribe and push good button. Thank you for watching always.